っていきまーす。意外とうまそうでしょ。俺、状況があんまり分かってないんだけど、昨日俺が寝てからなんか心境があったんか？進捗が。なんかあったっけな。ねんかい。目の前のことで頭がいっぱいいっぱいすぎてあんまり覚えてないです。地雷を設置し始めてるので気をつけてください。ヘリ島に行くときはマジで気をつけてほしいです。ここの、もう出て両サイドに、もうめっちゃ敷き詰めてるんで、ちょっと気をつけてください。あ、もうこの敷地内もうぐっちゃぐちゃなんだ。ヘリ島行くときはもうここの一本まっすぐ行く感じで。ああ、分かった。分かった、分かった。理解した。ちょっと横回りしながら行ったりとかすると。分かった。オッケー。あと、中の外壁の横ら辺も今ここにあるんですけど、こことかに。びっくりした、お前。いや、無理だろ。それは無理だよ。お前、ちょっとアンダールしかで下手くそだって、それは。なんでよ。いや、俺、お前やろ、今のは。明らかに。そう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 。で、ナイルさんが、常勤一箱と、武器一箱くれました。なんで？ナエレさんって敵じゃねえの？ナエレさん敵だけど、向こうがもう2、30人いるのがほぼ確定してて、で、うちが8人ぐらいいると思ってたらしいんですよ。え？ 2、30人？で、4人しかいないっていうのを。え、普通になんか、いじめ配信でバンかもしんない、それは。相手方が。理解はした。で、支援来てくれる人たちがいて、フィスカーさんが、助けに来てくれるらしい。ほう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 。打ち合いなら任してくださいって言ってた。フィスカーさんが、まあ、20人殺すとして、まあ、30人殺すとして、まあ、FPS は多分みんな上手いんだよね。ここのチーム。なんか、フィスカー、バース、ニャンタコ、PNK っていう人が来てくれるらしい。なんでニャンタコはこのチームに入ってんだ？まず。フィスカーさん、ギャンブルやってる場合じゃないんですよ。はじめまして。お、行きますか。やりましょう、やりましょう。はじめまして。なんか噂によると、はいはいはい。人数が20人から30人来るみたいな話があって、はい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 。ちょっと助けをもらわないと、うちちょっとツイッターでもその DM でも書いてあった通り、欠員が出てしまいました、一人。FPS、FPS 上手いやつがいたんですけど、ちょっと決意が出て、任せてくださいよ。ちょっと結構スパルタですよ。僕もパワーはあるのは知ってご存知です、それは。もう一人、もう一人連れてこれそうっす。なんかバースっていうパワーやつをもう一人連れてこれそうです。それこそ敵チームにね、なんか多分カルビちゃんがいるから、ぶちのめしていただきたい。なんか仲良かったっすよね。一緒にバロランとかやってましたよね。うん。やってたから、ちょっとぶちのめしていただきたい。やってましたね。一ノ瀬一ノ瀬スタさん一ノ瀬、あ、いた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 、なしたスタさん、久しぶり。久しぶりだね。なした会えて嬉しい会えて嬉しい、会えて嬉しい、なんで怖いって怖いって、なんだってさっきさ、ああ、なんかチラッとしか聞いてなかったんだけど、レイドするの？レイドされんの？レイドされるの？レイドさん、俺たちのチームが今、うちらさ、あ、え？力が欲しいか？え？力が欲しいか？力欲しいです。力貸してくれるんですか？ついてこいだろ。ついてこい。ついてこいらしい。ならついてこい。夏ちゃん今どこ行こうとしてる？うちらの家。なんかキャラ一貫してんな。らしい。スタさん、じゃあ一回来て。スタさん、ちょ、見て、うち乗れるんだよね。やめてね。もうちょっと、サーバー終わりかけだからさ、いらないからね、本当に。お約束は。何を、何を、お約束の話や。いやいや、普通に連れてってくれよ。全然、お約束じゃない。うん。安心しろと。おい、何キャラやねん、お前ずっと。おおおおおおや、うちょっと、うらぁ、うらぁ、うらぁ、痛い、うらぁ、お前何やっとるか。一旦降りて、一旦降りて、ちょっと多分行ける、よく壊れなかったな。危な、
ゼガスさん、お、ケンキさんもいる。あ、こっち陣営人集まってきたね。あ、どうぞどうぞどうぞ。で、ケンキさん、なんかめちゃめちゃラストしてるイメージあって、物資どんぐらいあります？いや、僕物資なんもなくては？いや、ちょっと運営によってオフラインレイドされました。物資何もなくて、僕運営にオフラインレイドされました。どういうこと、どういうこと？起きたら拠点がなくなってたんですよ、うちの。あ、そうなんだ。ガッタね。そうなんですよ。銃だったらちょっとあったかも。あ、ちょっと持ってきてよ。そういうのもね、今必要な状態だから。ちょっとだけ多分あったと思うんですし。ちょっと行こうか。なんででしょう。いや、てかなんで2,30人からレイドされんの？いや、なんか昨日なんかその2,30人、そのチームが可愛がってる女の子なんだっけな。まるまるみたいな人いない？VTuberの方で。まる。アルスアルマルさん、ね。アルスアルマルさん。アルサールマルさんを殺して物資奪ったんだよ。アルサールマルさん。じゃあそうしたら多分怒ってる。お前最低じゃんそれは。さすがに。いや最低じゃないよ。めっちゃ見てた。待って、びっくりしたんだけど、マジ？違う違う。マジかよ。しかもナズちゃん、これ下行かないと一回乗れないんだよ。すみません。でも手伝ってくれるんだったら助かるわ。うん、ちなみになずちゃんは死ぬほど FPS うまい。嘘でしょ。え、嘘でしょ。まあ、ぶっちゃけ舐めてたわ。本当かよ。 V スポンの中でも多分だったらトップレベル。でもこの後予定がある。ガチで使えない。待って、ビビった今のは。待って、じゃあ物資持ってこう。スタさん運転してよ。オッケー、でも俺も持てるよ。これウルパンチ運転しなくていいの？せっかくウルパンチね、運転しろよ。え、いいよ、めんどくさい。おい、言ってしもうってるって。はい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 。人員集まってきたな。今日ここで戦うから、にゃんたこさん。酔ってないよね。ふざけてないよね、あなた。本気本気。オッケーオッケー。俺たち4号組か V スポ陣営と一緒。歴史的快挙ですね、この日。なんか、悔しいけどな、ちょっとな。あの日じゃ考えられない。スタッフさん、スタッフさん。スタッフさん、シップいないやん。なしたなした。クラッチさんが来るってコメントしてるよ、スタさん。あららららららら、クラッチさんが来る。クラッチさん熱いっすね。クラッチさん熱い、マジで熱い。クラッチさん言ったらマチョさん枠というか、もう FPS ゴリゴリ枠っすもんね。だってゴリゴリだよ。でもマチョと違って頭脳も使えるから、頭使える。やめろ。一応あれですね、こっちにゃんたこさん以外全員イモータル以上っすね。やばすぎて、バロタ。え、マジで、しらけてもいいから、とりあえずボコしていいよ。もうチームバランスがマジどうでもいいから、ボコして終わろう、やっぱり。ボコボコにしちゃっていいんだ。ボコしとろ。僕ベッド10個これ TC さん。あ、じゃあそれ持ってないよね。欲しいです。何何？はい。溶けないですね。TC 触りました。じゃあそれあのいただけ。TC 一番下。TC どうだ？TC 触ってない人。一番。TC 触ってない人。マイタケについてて。マイタケ、マイタケどれ？どれどれどれ？こっちついてきてください。TC 組の皆さん、TC 組の皆さん、大丈夫か？大丈夫大丈夫、この人たちはゲームうまいから、この人たちはゲームうまいから大丈夫なんだよ。今こんなんでも戦闘が始まったらスタンミジャパンなんかよりも無限。ああ、ぐちゃぐちゃだ、ぐちゃぐちゃで意味がわからないよ。やばいって、つつないのこれ。もうめちゃくちゃや、めちゃくちゃや。誰だよ、地雷踏んだら。地雷は踏むな、火薬使ってんだぞ。 ありがとうございます。ちょっと そこで、そのあそこって届かないの？ロケラン上空で爆発してたのめっちゃおもろい。爆発するんだけど、あそこで届かないのかな。重っ。もう一個の砂ないんだけど。え、それ花火じゃないですか、スタミさん。それ花火、スタミさん、それ花火、スタミさん、それは花火です、スタミさん。海鮮の合図だよ。海鮮の合図だよ、マイタケ。ドムの上味方です。ドムの上味方、ドムの上味方。
これってこれホラー映画にも入れてないから、むしろそっちの建物入っちゃってもいいですか。俺むしろそっちがいいかもしれない。山の車線やばいっすね。顔出せん。これなんか来たんじゃない、あれ。あれ、当てすぎている。どこがいつや。サニコロス、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 ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。これどこから地雷源、地雷源、これね。俺たちが死ぬからさ、地雷源、地雷源、気をつけろ。地雷源、気をつけろ。俺たち、地雷と戦ってるから、これ、一人で。あ、怖い。待って、踏んだら回収しろよ。待って、踏んだら回収しろ、俺が。帰ってきたら行って、ゼガさん。一人死んだかな。どこいる？どっから出たの、ゼガさん。これ今、第二拠点から出た。第二拠点から出た。あはは、そっちから出たんだ。逆順、いてててててて。行くぞ、行くぞ、行くぞ、行くぞ。俺たちは。駅当てれる距離か。あ、ごめん、ダウンした。第2拠点の方がやばいかも。あー、あれか。中の外壁まで割られた。来てるやって、来てるやって、来てるやって。浦和さん、ごめん。マリに群れいるんだけど。近くいるぞ、近くいるぞ。周り見て、周り見て、周り見て、周り見て。やった。ちょ、ロケランがマジエグい。誰だ、雪山が大量に落ちてる。耐えるんだったら一回帰るわ。耐えるなら一回帰る、一回帰る。目の前、目の前、目の前、目の前。当たる、当たる、武器当たる。当たる、当たる、当たる。ロケット。やばすぎる。右から来てた、右から来てたってことはさ、右行けるかも。サブ拠点の物資は尽きちゃってます、もう。尽きてね、尽きてね。で、今武器がなくて、みんな今、敵のやつ露獲するしかなくて。で、ただ完全に囲まれてて、外出たらすぐ死ぬみたいな状況です。待って、ここ AK ない。俺のとこ来れない。俺のとこ誰か来れない。AK ない、ここ AK。なんでこれ当たんねえんだよ。やばい、完全に車線取って死体拾えないんすけど。拾え。これ車線の取り方、えぐい。雪山の車線やばすぎて死体が拾えない。いやー、俺落ちたー。雪山で来てんのが。いや、雪山の車線がマジやばすぎる。おい、なずちゃんじゃねえか。おい、やめてくれ。やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょ、一応一旦コピー大作戦で一瞬止めてこようかな。コピー大作戦してきて。確かに、それしよう。舞茸さんのすいません、すいませんからの打つやつやろ。ごめんなさい、ごめんなさい。お話しよう。どこだ、マジ、どこから来てきてんだ、これ。え、中入ってる、中、もう中いる、中いる。2階にいる、もう2階にいる。そう、2階まで来てる。TC はオートタレントや。2階まで来てるってことは TC バレてない。オートタレントや。やばい、拠点ボロボロすぎる。頑張って、頑張って修復してる。めんな修理してる、今。ハンマー叩いてくれてる。でもこの階段を降りてる最中に車線通るんだけど、家の中で。待って、俺、ボロボロすぎる。いや、マジか。体力もない、なんかいる苦労してたな、いっす。あ、うわ、なんでかわかんないけど、バッサン、何してるの、これ。やばい、できる。もうやだ。もうやだ。うわぁ、中に中にこっちから湧いて、もうこれすごい落下ダメではある、非常に。これだ。なんだこの死体の数、地獄じゃねえか。またの死体があるんだけど。落下ダメやばすぎる、これ。なんもない。くそぉ、たまに見た。武器ない。武器じゃん。はい、トロルちゃん、トロルちゃん、待って、トロルちゃん。え、これサブ拠点に行った人たち、どうなったんですか、これ。やばい、 TC 見つけたっていう VC 聞こえる。あ、それは終焉の TC の壁に C4 貼ってたから、相手多分それは終焉の合図です。なんか置いてる。やったやった。レイド2回起こしたけど、2回ともボコボコにされました、みんな。
俺ストリーマーサーバーで1でもレイドが出なかった。やめてよ。武器捨てようよ。起こしますよ、起こしますよ。誰だって言ったの。お前ら誰でそんなことするんだ。おいインフレだ。これだけ人集めるだろ。お前のおかげじゃなくてマチョのおかげだってこと忘れてた。ここだよ、ここ。あ、殺された。おー、ふざけんロケット高速で殺してかのやめてよ。私のことを女の場合にしたってマジですか。いやいやいや、あのあれはちょっとあの違うんですよ、はい、とっさちょっと物資漁ってて物資漁ってて物資漁っててちょっととっさに出てしまいまして、はい、すいません。俺持つか。すいません、そんな。あ、分かった。行ってくれインクルだ。燃え尽きたマジで。ラストなんか燃え尽きたな。やることやったっすね。やることやった。これはやることやった。いい終わり方でした。いやよかったっす。いやもうこれだけやってもらえて僕はもう大満足っす。勝てなかったの悔しいけど、まあでもやっぱ僕ら丸物だったんでね。あ、そうね。もう、まあ、ストーリーとしてはグッドかなって感じはする。俺たちがボコボコにされてエンドという感じで、4号組のストーリーは終わりと。俺たち地下を体験してるからさ、地下からよくここまで上がったよ。最終戦争よく俺たちが最終戦争の2コマのうちの1コマになれた。あの地下から借金地獄から。最初と最後やん多分これ。最初にレイドしたのが俺たちで、最後にレイドしたのは俺たちで。これは出し切りました。マジで出し切った。さあさあ、なんか勝ち組が集合写真撮りましょうってなんか盛り上がってるわ。いやいや、いい俺たちはこの4人で写真を撮ろう。この4人で俺は写真が撮れればいいよ。4人なのがしんどいな。5人で撮りたかったな。5人でさ。なんでいない。見てない、見てんのかな今配信。1人いねー。誰かしらの1人いねー。4号組は5分の4組だったんだな。4校だと思ってた時期が僕にもありました。違いました。1人削れることを予示しての4号組でしたこれ。ちょっとあっちで盛り上がってるから、盛り上がり終わった、あ、花火の音が聞こえるな。うわうわ、打ち上がってんな。主張強めにこうギャって喋るんじゃなくて、もう語りかけちゃってる。あ、これは、あ、オッケーオッケーオッケー。ソバルトさん、ソバルトさん、今みんなで花火撮ってる場所あるんで行きませんか。いや、写真撮ってるとこあるんで。僕たちはこれで4人で撮ってくれませんか。はい、始まった4人なんですよ。いいですよ。はい、みんな笑って、みんな笑ってくれ、はい、行きますよ。みんな笑えよ、はい、はい、笑って笑えてるか、笑えてるかみんな、はい、チーズ。笑えよ。ちょ、どうすっか、良さそうっすか。いい写真だよ、ソバルトさん。いい写真じゃねえか。いい写真だよ。いい写真。おいでにこのカメラをあげます。いい写真じゃねえか。お疲れ様でした。ありがとう、ソバルトさん。楽しい、ありがとう、ソバルトさん。いや、本当にありがとうございました。ありがとうね、ありがとうね。いや、本当に。マジ楽しかったわ。このメンバーだから、この、こんな最終盤までラストできたわ。ありがとう。はい、またね。ありがとうございました。お疲れ様。じゃあね、みんな。さよなら。さよなら。あ、お疲れ。じゃあ名前だけ。さよなら。じゃあな。さよなら。というわけで、俺がソロでラスト続けるか分かんなかったけど、まあ初日に舞茸と会い、まあそっから各々のストーリーがあって、まあ一人になってしまったメンツを集めて、かき集めてできた4号組、ラストストリーマーサーバー終わる直前ぐらいまでみんなで仲良くできました。急増すぎるチームだったけど、まあ全員気の合うやつらで、楽しくできてよかったです。やばい!なん!やばいやばい、意味わからん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 、あば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 あ
終わりだ。終わりだ。いやー、やったやった。コントもたくさんしたし、ちゃんとした戦闘もできたし。うわー。